分ね鶏料理だと思うんですよね。鶏料理で多分ねトルコ料理系だと思うんだよな。固めにさっと茹でる、熱湯で固めにさっと茹でる、薄切りにします。何をやねんだから。え、ロシア連邦、ロシア連邦ね。すごいヒントこれ。スピナートはほうれん草。これめっちゃいいヒントだと思う。さあ、じゃあこれが FB が作った、シュピナートヌセラートスヨーグルタメでございます。ダダダーン。あー、見た目すごいいいような。普通にうまいな。普通にうめえわこれ。いや、これ料理として出せるこれ、ま、結構まともだぞ今までの前の中で。カレーとこのトマトの味付けもね、すごいちょうどいい。これ正解いいんじゃない。ありがとうございます。これはいいですね。見てみましょう。こちらです。ドン。あー。おー、やべえ。エオ2000円払わなきゃ。引い出たものはもういいっすよ、レモンだけバンって置いてあるの。そうだね、レモンに粉チーズかかってるヨーグルトすらも使わない。、うん、はい、僕はこちらです。考えたやつはこれです。サラダ。サラダできた。これ僕は味わかんないです。まあ、なんかネバネバする。ヨーグルトはあえてるんで、あのマグ。マジで。マグ。マグ。お前まずいわ。味よさ。味がもう。おお。カレーっぽく。なんだこれ。なんだこれ。もうよくあんな短時間で作ったな、この料理。悪くないな。酸味がすごい幅を利かせる。酸味が。いや、酸味。惜しい味はする。惜しい味。レモンがね、もうちょい。じゃじゃーん。おお。だけど。落ちたしみたいな。ほうれん草。玉ねぎあれだ。そうだ。お、ほうれん草と炒めた玉ねぎをヨーグルトで和えた料理です。あ、サラダ、サラートっていうのはサラダって意味なんだって、うん、サラダとはいえロシアでは加熱した野菜を使うのが一般的です。いや、結構特徴的な味付けだったね。そうだね、こういう料理か。これは食べたことないわ。いや、ない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 、ね、いやいや、けど、いやだとしてもこれはひどい。なんぼなんでもな。あ、お前これでちょっとね、ヨーグルトに味付けしてくれたらこれ正解でよかったもん。食える味のものだったら正解でよかった。そうだね、食えないんだもん。だってこれ箸が進まないもんな。この苦味もう結構きついもん。1、2のお、これはすごい。これは確かにどうだ、やっぱ勢い違うんだけど。めっちゃ俺めちゃくちゃかかったんだけど。これだったらさ、殴られてるふりしてブーの方がそれっぽくない？うんうん、そうだね。1、2の3。どうだ？すごい加湿された気がする。いい、これいい。やっぱ単純にこっちの方がいいな。いや、これはいい感じじゃない？これ見てるかな。ちょっとハロウィンではっちゃけだし。さっきもこんぐらいだったね。バレるて。さっきはパッチよ。バレるて。うわー、うわー、バレるて。はい、まず1個目こちら、まあ金を奪おうとしてる。そして2個目はゾンビになったアロマが襲おうとしてる。これはまずいぞという感じでございます。で3個目あー、襲われた、襲われたけどピーター合ってない。そして最後なんなんだよ。保健体育家庭科にチャレンジしたいと思います。保健体育。こら
また何々ごとの感覚で気圧の値が同じと思われる。アロマの答え、おままごと。おままごと感覚で。キングだって人間ごとの感覚。俺丸ごとって書いた。あ、こいつは丸って書いてある。うわ、かぶってんの。恥ずかしい。こんなとこにかぶった。衣服を着用するときに気をつける TPO。マジか。トレンドパワーオリジナリティ。取れない、ポレない、オルランド。とんかつポン酢で美味しく食べる。もうふざけすぎ。うまいね。はい、体の働きが高まること、発達です。だから上に書いてんだよ。もう、アロマ、パワー。はい、キックやりました。はい、勃起って書いてある。これ先生だったらマイナス30がされる。新規に現れる男女の体の特徴、何というか。はい、エロだって。はい、キック。はい、キックエロね。はい、アロマ、エロい。クソだこいつら。プールリンって何？プールリンって何？プールリンって何？で、日本の三大死亡原因はがん、心臓病、脳卒中。そういうことか。うん、アロマさんはがん、心臓病はつまりなぜか世界線のリセットで崩れてしまった。何？世界線のリセット。脳卒中なんだ。心臓病と。がん、自殺、他殺。どんだけ殺すねん。あと明らかに自殺かけてないよねこれね。殺すってかけてないけど。ないね。桜って書いてある。他殺のとこですよ。桜って書いてあるからね。はい、僕があんだけこれってあれどうなの、病気じゃ限りの話なのかなって俺が言った時キックって話してたのに事故って入れてる人が。まあ今回はチームを組みましょうという。ああそれはちょっとありがたいですね。はい、キック FB チーム、 AOO アルマチームでやってみましょう。じゃあ俺も手伝ってやるよ。あ、 FB キックンチームはまずゆで卵、納豆、白菜、タラ、そして牛で一発ギャグを挟めていきます。はい、はい、でそちらが牛肉、鮭、タラコ、タピオカ、鍋で一発ギャグ。わかりました。これは何？交換だね。交換だね。じゃーん、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 じゃーん。そうなんだねこれ。いやもうプリンはぐちゃぐちゃにして入れるしかない。エビバーでプッチーン。ああ、素晴らしい。浮くね。いちょっと待って。すげえ。浮いてます。テクニカルバイバー、いただきます。お互い自爆です。質量を増やしました。ではもう入れちゃってください。まあ、回転させるやり方良かったんだけどな。この量どうぞ入れます。物量来たよ。いやなんかお互い甘くなってるよなこれ。そうだね。よし、白菜も入れちゃっていいよ。よし、オッケー。さあ、というわけで鍋の方が完成しました。では MSSP 闇鍋見てみましょう。こちらです。まあね、あのね、これ悲しいことに見た目は美味しそうだなって思った人、ね、いるでしょう、ね、うん、あのね、匂いがマジで最悪。匂いがすごいね。うわぁ、この米やだな。めちゃくちゃやだな。あいで、あいで、手に、やっぱここは満面の笑みで食べよう。いやぁ、エフの皆さん、こんな美味しいのに初めて。うまいなぁ。うまいなぁ、この鍋は。あぁ、美味しいなぁ。いや、これあ、うん、これはうまいな。まずい。なっとっとっと。なっと。どうしたどうした。大丈夫？え？どうした？なんか言った今。いや、声でかいだけじゃなかった今。なんだか。熱い熱い。という熱い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 。これ熱いわ。これ熱いわ。というわけで今回は MSSP 闇鍋バトルをお送りしました。皆さんと寒さに負けないでし。熱い熱い熱い。元気に過ごしてくださいね。熱い。あーマジいなこれな。マジやおいマジなおいおいこれマジだ。かーマジなこれおい。提案でバロアこれ。なんだよこれおい。あーダブルでマジいなこれおい。どうなってんだちきちゃんこれおい。
すれてるね。くー、これダブルで入ってきたんじゃねえか。はい、終了です。これはね、それではお願いします。どうぞ。おお、分かってる分かってる。待って待って、これ。これどうなってんの、どうなってんの。これ何。うまい、うまいな、これ。ではオープン。来たね、来たにそれ。なんか変な生物いるけど。超辛いカレー。うわー、え、どれぐらい辛いの。あー辛い、辛い、辛い、これ。あ、そんな辛くない。あ、どれぐらい辛いの。なんかチョコレート食べてるみたい、うん、ちょっともう一回食べてみる。あ、治った。水飲もう。お腹も空いてたし。うわー、18金か。やばい、辛い。辛い、辛いわ。辛い。これ正直二口しか食べてないけど、やばい。一層全部食べたやつ。完食。全部食べられた上に当てられた。最悪だね。汗出てますね。やっぱ辛いわこれ。ペン回しフリースタイルダンジョン。お前の家はこんなにくるくる回ってるか。俺もだろ。意味のわからない。家が回ってるかという意味のわからない煽りから、ね、指を映るこのペン回し。そしてペン回し、しかし技術力はやはり確かなもの。そうですね。あっと、おー、ただあっと、これはまさか。そうですね、負傷してしまった今ので。なんてドラマチックな展開なんだ。俺がお前を助ける。今こそ最強のペン回しを。あ、ここでペン回しに覚醒するのか。ストーリー性を。さあ、さあ、また落としてしまった。あんと、キック選手、まさかこんなことで命を落としてしまうとは。なんてことだ。あ、ただここでまさかの復活を。お前が俺を作ってくれた。こうって言いましたね。お前が俺を作ってくれたのだ。命をペンに使った。おっと、また落としてしまった。何回死ぬのかこの男は。華麗なフィニッシュを決めたいキックン選手。復活。さあ、今のフィニッシュもあまりよろしかったですね。パフォーマンスに移ってもらいましょう。これは今年一番が揺れましたからね。まあ僕はもう小細工しないです。小細工はしない。何を言ってるのか。正々堂々と勝負。あれは一体なんだ。それでは FB 選手のパフォーマンス、よーい、スタート。はお、お、まずは回していく。遅い。これは技術ないんじゃないですか。大丈夫ですか。あっと、おっと、まさか、まさか、あの中身は増やしだ。これは見たことある。なんて勢いだ。多分何も考えてなかったんでしょう。さあ、太鼓し、てかネギ臭。ネギ臭い。うわ、ネギ臭い。さあ、FB 選手はフガシを無限に食べられるという噂がありますからね。そうですね。異名をお持ちのFB 選手、一体どうなるのか。さあ、ここからどう出る。懐かしいですね、フガシを無限に食べたのは結構昔の話ですよ。なんかもうやめたそうですね。あ、心なしか回してますね。回ってますね。あ、どうした？どうした？どうした？無限どころか最初の一口で終わってますからね。あ、ネギも添えてバランスがいい。すごい、これ食べる。どうすんだこの後。ネギで水分を補給している。お、お、静かにアイテムを置いて。おっと、おい、あー、まさか、ここあれは。
船が出たぞ。こちらです。これはもうこたつがオレンジだったのを隠すためにもう全部オレンジに塗ってやったわ。あ、ずっと塗ってたのこれだったんだ。下のお台のどこまで塗っちゃって。いや無理やり常夏にしてくださいだから。ああ、この行為自体は間違ってないはず。いやでもこの溶けかけた雪だるまいいね。いいね。そうで雪だるまは溶けかけてるのを入れた。おお、もうこのだからサンシャインさんにもう雪だるまもやられてるわけですね。なるほどね。はい、まあけど控えめに言って、まあ、85人あれ今日俺めちゃくちゃ優しくされてない。なんでやろう、最初から85は行き過ぎだろ。やりすぎだから。これは95もうこれだって試写後にして100点ですよ。そうだね、100点ですか。これ100点だね。よし、いいぞ FB、 いいぞ。男の夢キリじゃない。じゃあ何点ですか。これ何点ですか。マイナス1000点です。いやでも最下位決定じゃん。やったビターだ。ホワイト。いちご。いちご一番辛いんじゃないかな。あ、俺がホワイト。ホワイトか。これミルク。ミルク。テオさん料理オープンでーす。うわ、なんだこれ。なんこれ。ゲロみたいな。言っちゃった。いただきます。いただきます。まずい。わさあ、じゃあ FB の料理発表します。こちらです。タダン。おー、塩塩。こちらですね、チョコの、これじゃあこれ料理名温暖化です。じゃあいただきます。なんだ、魚の生臭さが半端ないね。あの甘す、チョコの甘さのせいで余計引き出す。買った。バレンタインデーバトルシップです。バトルシップ。いいね、ネーミングセンスいいね。バレンタインデーバトルシップ。はい、曲名にしたい。うん。うわ。あんま、これはもうすごい肉の食感がするチョコを食ってる。いちごチョコの破壊力がやべえ。何にしても無理ですこれ。90、80、25で。なんか置いてあるけど。こっちでも料理しようって。いい感じじゃないですか。だいぶ煮込まれてますね。まあ全然ちょうどあ、美味しい。感想ちゃんと言ってくんないかな。俺が来てから初めての美味しいが、多分カレーの元入れれば多分ね、全然いける。あ、ほんと？うん、なんか中に芯みたいに残ってる。うん、残ってた今。やばっけ、端の方はいい感じだ。これだから混ぜねえからさ。なんで騙した。いやいやいや、俺が最初に食ったところは完璧でした。いや、しかもちょっと味濃くなってたからちょうどいい。いいね、やっぱ緑成分が入る。この葉っぱから水分も出るからな。せっかくもう全部入れちゃえ。あ、人参見つけた。人参はいらん。いらないの。人参いらないよ。人参はいらない。人参はいらない。いるだろ。すげえ、こったにだな。ボリュームだいぶあるな。君が知ってる彼ではない。俺も知らない。あれ、すごいね、赤だし感ない。うん、野菜スープになった。野菜スープになったわけですよ。すげえ、チョコ使わないとうまい。どうも、私、モナ山田ハトシと申します。昔の2チャンネルは本当に良かったのに。足久美子35歳、まだギャルやってます。でもリアルタイムだからね。最終的にはそうだった。おー、いい回。うわー、
ないから素直に聞いちゃった。 なるほど。俺渋田くん27歳フリーター、好物はママのおかゆ、よろしく。 Hello everyone, my name is Steve Takanaka Malmsteen。 このスティーブの家でパーティーを行うのか。うるさこいつ何言ったんだよこいつ。まあ、ビッグバン級に広いってことだ。あ、無事切れた。あー、やばい。本当チャラ男がマジ切れた。さすがにチャラ男がマジ切れした。さすがにこれは耐えきれなかった。これは耐えきれなかった。とうとう切れた。さあこれに対してどうするのか。ずっといいやつだったけどあー、さすがにこれは ムードさ、こいつやっぱ分かってる。おい、分かって、謎の外国人はもう全部理解してる。ふざけたふざけた、ここに来てもふざけた。謝っとけとりあえずやる気満々だけど急にやる気満々だったけど、いや、その気ならってことなんじゃないやばい、謎の外国人本気出してきた。やばい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 、これは勝てない。これちょっと怖いぞ。怖いね。怖いわ。はい、終了はい、終了です。そのまんま、この FB うぜえわお前ガルパイ好きなだけだろうこいつうざいわその漢字読めない何それ何それそれに対してうるせえなひでえ。しかもおばあちゃん性格変わってる。おばあちゃんブレブレだからいきなり言いたいこと言われてるからか悲しいことにさ、何ジェミンが話まとめるのか、ま、ね、そうなんだ割と司会っぽいことやってるな FB うぜえ。こう見たらマジでうざいよな。譲る気ないもん話合わせる気ないもん。こいつが行きたいだけだから。もうルッパもめんどくさくなっちゃったここら辺でもうね、やっぱ子供にあげるからもう諦めてきたっていう、もうめんどくさくなってきたで、この FB に仕事何してるのじゃあ無視無視寝てんじゃねえぞガキそれは博多豚骨京うどん、その組み合わせね。ちょっと僕もご紹介しますかラーメンちょっと待って、そのパッケージ別に一緒に買ったわけじゃないよもんね。俺、お前あそこので買ってくんじゃない新商品って書いてあったからちょっと待って、これ、うん、砕く前に入れたらあかんちゃうの。え、そう誰も止めないから。うわ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 、ないわ。これはあの、まあ、一回水につけることによって、うん、あの不要な成分を取り除いたんですよ。でこれで水分を吸う。うわ何してんのこの人。ミキサー使うと粉々になりすぎてしまう可能性もあるからちょっと気をつけてやんないとな。ほぼ粉ですね。ああ、粉っすね。スーパーカラカラポー村雨。あ、そう。はい、スーパーカラカラポー。あ、そうですか。あ、そう。やっぱちょっと見た目違うね。うわ。なんだ買ってこれ辛いし。そう、辛いねこれね。なんだこれこれ俺もラオウのメモ使ってないもんだから。あ、やっぱそうなんだ。え、使ってないの。使ってない。規約違反じゃないのそれ。いや、関係ないでしょ。規約違反なの。関係ないでしょって。いや、完全に規約違反じゃないのね。もうあの、いらなくていいですよ。完全に規約違反。規約違反が現れてるのラオウの見つかった。おいおいおい、もうお前いつも規約無視しすぎじゃない。いろいろ使いすぎじゃん。もう落第だよ、それさ。粉だけ使ったってこと。そう、粉だけ使った。ワイルドワイルドワイルド、牧場イズモンスター牧場イズモンスター
パークモン、ソードアンドシールド。牧場イズワイルド。待って、これだけのためにめっちゃ時間かかった。ロンアンドヤン。これだけ。これだけ。最後、アルマさん。これアルマ正解したでしょ。そのまんまソードアンドシールド引っ張られた。ソードアンドシールド引っ張りすぎたね。ポケモンパン。ふんわり。おい日本語じゃねえか。ふんわりふんわりタワー。ふんわりタワー。 You are final。 え、それ言ってあるの？初めて聞いたわ。じゃあ一番筆の速かったキックンさん、完璧です。お願いします。ます。何なのだからそれ。豆乳ソースかき氷。何を言ってもキックン当てる気ないよね。ないよこいつは。いやいや、なんでお前問題さ、豆乳ソースかき氷が出ると思うの？もう当たんないでしょそれだったら。ソイソースでしょ。ソイソースは、ソイソースは豆乳ソースじゃないの？ソイソースは醤油でしょ。そうなの？ソイソース。いや、すまん、それは俺も知らなかった。ソイソースはなんか大豆から作ったあのフルーツ系の醤油です。醤油ですけど。おう、そうだ、ふんわりタワーっていうからかき氷にかけるっていう。ホワイトメルトソース&シールド。ちょっとなんでシールド入ってきた。ホワイトシールハハ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 ハ。Before MSSP creative movie on what? Mountain Needle out. はぁ、あ、MSP creative movie とはまるで関係ないんじゃない？いやだから惜しいっすよ。え、惜しい。あ、やっぱりだと思ってたもん。だからこれ合ってるわ。じゃあ俺、いいじゃないですか。うん、これ完全に合ってる。じゃあアロマ、何でしょう。パークマン、ソードアンドシールド。大衆。俺愕然としたわ。右見て左見て、やばい、もうこれ当たんねえわ。違うんすよ本当。MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。ありがとうございます。MSSP はですね、YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持っていますので、ぜひご登録の方お願いいたします。お願いします。登録ボタンの方はですね、こちらとか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 、そして下のね概要欄にも、URL がございますので、ぜひご登録の方お願いします。